ジミー・ブー・ブー・ケベは、フランス・バルド・マルヌ県、ビトー・シュルセーヌ出身の元マリ代表サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。現役引退後は、ポーカープレイヤーとして活動している。RC ・ランスで、プロキャリアをはじめ、2008年1月16日に、レディング FC へ移籍することに合意したものの、US ブローには、シーズン終了までの期間で、 レンタル契約を結んでいたため早期終了を拒否した。最終的に1月28日に赤金非公開、契約期間2年半でレディングに加入した。2008年2月9日、アウェーのエバートン FC 戦で、ジョン・オスターに代わりデビューしたが、その数分後に失点を喫してしまいれから1で、敗れた。11月22日のサウサンプトン FC 戦で、初得点を記録。 12月6日のワンズリー FC 戦で、相手 DF デニス総ザ・ジゲデスに対して、肘打ちをしたため、移籍後初めて退場を命じられた。12月13日に契約を2012年夏まで延長した。2009から10シーズンは、キャリア最高となる10得点を記録し、翌2010から11シーズンの2010年8月21日に、マデースキースタジアムで行われた。 ノッティンガム・フォーレスト FC 戦で移籍後通算100試合目を記録した。このシーズンは昇格を果たせなかったものの、プレイオフ圏内に導く活躍を見せたことから、2011から12、シーズン初めにレスターシティ FC を含みたのクラブから関心を寄せられた。そのため、同シーズンで契約が切れるためレディング側は契約延長を望み、ケベも残留を考えていたが、 自身が希望する3年契約ではなく2年契約が提示されたためサインすることに消極的だった。クラブ側は、ケベに対しチーム内で最高年俸を与えても構わない考えだったものの、それを3年維持するほどの余裕がなかった。この契約延長のやり取りは、翌年になりブライアン・マクダーモット監督に交代し、ケベを失う危険性が高くなっても続いた。 最終的に2012年1月5日にケベが望んでいた3年契約が提示されたことで決着した。1月24日にクラブがアントン・ジンハービッチに買収されたことに続き、2014年まで正式に契約を延長。2011から12シーズンにチームは1位でプレミアリーグへ昇格した。2012年9月29日、 ホームに入荷するユナイテッド FC を迎えた試合で、プレミアリーグの舞台で初得点を挙げた。2013年8月31日、プレミアリーグへの昇格が決定し、補強を進めるクリスタルパレス FC に移籍することが発表された。その後、RCD マヨルカに加入したが、出場機会がなく、2016年に現役を引退した。 2012から13シーズンに入荷するが、次々とフランス人選手を次々と獲得していたことから、2013年1月に自身もサインしたとジョークを飛ばした。2004年、アテネオリンピックに U-23 マリ代表として参加したケベは、グループリーグ A を突破したものの、続く U-23 イタリア戦で0-1で敗れ、敗退した。ありがとうございます。